よお前ら、俺様だ。今日も太陽が棒を燃えてますね。はい、レシート紹介の時間ですね。ニューデイズのレシートです。ニューデイズっていうのはね、JR にある駅のコンビニですね。はい、新しい日々です。ね、でもね、骨にひびが生えちゃったら大便じゃなくて大変ですよね。ここはね、どこのニューデイズかっていうと、盛岡ですね。岩手県盛岡市のこの駅中ですかね。で、何を買ったかっていうとね、お腹が空いてたから、おにぎり、買いました。オムライスおにぎりですね。なんとか色のオムライスの色をしてました。直巻きおにぎりね。腹巻き、ジバニャンの腹巻きとは関係ないですね。ジバニャンの腹巻きもね、このオムライスと同じなんとか色ですけどね。そうで、途中ね、盛岡の多分手前かなにね、花巻っていう駅がありましたね。まあ、前にもね、通ったことあるとこなんですけどね、次は花巻ですっていうね、アナウンスが聞こえるとね、次は腹巻ですって聞こえてね、ちょっとね、びっくりしましたね。まあ、腹巻じゃなくて花巻なんですけどね。まあ、千葉にあの腹巻はおしっこ色だからね、焼却炉でボーボーされた方がいいんですけどね。はい。で、130円のね、安いオムライスおにぎりを買いました。その時のね、レシートですね。はい。ウィスパー色もしくはコマさん色です。で、139円でね、140円払って1円のお釣りをもらってますね。はい。ということでね、今回はニューデイズ盛岡のレシートでした。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、燃やす。